長海樹は、新松民発の軍人。天軍の指導者の一人。天軍の中では、孫文を一貫して支持し続けた。字は、茂林。1885年、秀才となる。1901年、昆明に赴いて五活所院に入る。後に、武備学堂に入って、軍事を学んだ。1904年、日本に留学し、東京新武学校。 陸軍士官学校に入学した。1905年、中国同盟会に加入し、革命派の雑誌である民法や雲南雑誌の観光に携わった。1908年、陸士不評科を卒業して帰国し、雲南陸軍工部道教官兼被下町に就任した。1911年10月、武将起義に高応して、昆明で起きた革命派の放棄に参加した。 雲南軍政府が成立すると、長海寺は、沿河軍第一帝団、副帝団長県連隊長に任命される。そして、四川省の革命派を支援するために遠征した。1913年、天軍、南辺坊、第一旅上高旅長に任命され、開下に駐屯した。1915年12月、五国戦争が勃発すると、五国軍、 第二軍第一帝団長として、厚生省、関東省へ遠征した。1916年6月、五国戦争終結後は、小関に駐屯した。同年、五国軍第二軍が、天軍第三市、第四市に改編されると、長海寺は、第三市市長となり、合わせて、南昌連鎮述氏を兼任した。 1917年9月、孫文が公衆軍政府を受立すると、長は軍政府陸軍部総長に任命された。しかし、1918年5月に大元帥制が総裁制に改められると、間もなく、孫文は失脚する。長もまた総裁の一人、当次、行の排斥にあって、各役職から罷免され、ついには逮捕、収監されてしまう。 1920年11月、厚生派や主席総裁、新春県の失脚に伴い、長は釈放され、五方天軍総司令に任命された。しかし、今度は、関東軍の陳形名により武装解除されてしまった。1921年2月、孫文から、雲南北伐軍副総司令に任命された。1922年3月、 古品賃に追われていた、東津企業が雲南に戻って復権すると、これに備えるために、後世の流州などに駐屯した。同年6月、鎮敬明が孫文と決裂して、これを攻撃すると、趙は、鎮の討伐に向かった。ところが、途中の桂平で、部下のよう望みびに軍権を奪い取られてしまう。 1923年4月、孫文の陸海軍大元水大本営において、参謀長に任命された。同年10月、参軍長に移動し、陸軍上昇の位を授与された。1924年9月、大本営高等顧問となったが、間もなく辞任し、以後は、マカオにグーした。1927年、昆明に戻り、雲南省政府顧問として、 小政府主席流雲に助言した。1935年7月7日、昆命にて死去。去年67。ありがとうございます。